どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見つともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは山下理三郎作「誘拐者」です 山下理三郎はですね、1892年生まれ、1952年没の日本の作家です。まあ、作家としては有名ではない方に入るのかなと思うんですけれども、まあ、それがなぜかというと、山下理三郎の作風というのが地味で古風だったみたいなんですね。もう活動している当時から古風だと、えー、言われていたようで、それがちょっと弱点だと見なされることもあったようです。ただ えー、ある作家によれば、えー、漱石ばりの文章だという評価もあったようで、まあ、自力と言いますかね、えー、文章力と言いますかそういうものはやっぱりしっかりしていたようですね新青年の、えー、編集長を務めていた作家によると純然たる文学上の作品として見ても、えー、捨てがたい巧みがあると、えー、絶賛された文章力のようです。えー この誘拐者はその山下理沙武郎のデビュー作になりますデビュー作でありながらあの本格派作家高賀三郎と比べても引けを取らない出来栄えと、えー、評されたこともあったようです本格探偵小説としてぜひお楽しみくださいそれでは改めまして本日朗読していくのは山下理沙武郎作誘拐者ですそれでは本編をどうぞ 山下利三郎誘拐者嬢悪魔の手メン綿譜問屋新田善兵衛の娘由紀子は公会堂からの帰り道何者かに誘拐されてしまったうや 友をして一緒に行った女中の話によると同夜バツバス夫人の演奏会が済んで公会堂を出た主従は電車に乗って家近くの停留場で降りた家の方へ曲がろうとするとユキコは弟の善太郎に食べさせる菓子を女中に買いにやった女中は菓子を買い求めて前のところへ来てみると主人の姿がなかったので 待たずに帰ったのかと思って遠開け離れ座敷のユキコの部屋へ行ったが帰っていない全米に聞くとまだ帰らないという店の若い人たちも娘の姿を見たものがない女中はけげんな顔をして引き返し停留場付近を探し求めたがさらにわからないので律儀な彼女は 半泣きの手で帰ってきて全兵に書くと告げた全兵も驚いて心当たりへ電話で聞き合わせたり居合わす店員を指揮してしるべを訪ねたがみんな手をうなしく帰ってきたのであるそのうち全兵が娘の部屋を調べると机の引き出しから「旋律すべき脅迫状が現れた」 白の封筒に白いレターペーパーに「さ」の意味が書かれてあった「今まで数回の通告に大横託の意を表さなかったあなたは当然制裁を感受せねばなりません」「明夜10時30分を期して密かに郊外へ出て一朝東の四つ字まで来てください」「この命令に従うことがあなたおよび あなたの家にとって最も安全な特策で万一不注意犯行等から秘密の漏洩や命令不履行の際は必然降るべき復讐の手がいかに残虐過酷であるかは覚悟してもらわねばならぬ音は組凶悪なる毒手が廃止に潜むがごとき すごい文句であった。全兵は各若い者に自身も混じって停車場や郊外電車起点へ見張りをしたが何のかいもなくいずれも夜が明けてから焦然と引き上げてきたしかるに朝になって悪魔はあざけるごとくまたも日田一家を愚弄したそれは 配達された一通の郵便で粗悪な封筒と巻紙に炭やと踊るがごとく昨夜以来ご神通拝札立て祭り騒々ご令嬢はつつがなく我が輩の小中にこれありそうらえば旅いながらご法然愛なりたく万一ご希望なれば 金一万五千円〇〇三六記念牌うち、若松の根元に五枚没あり次第、ご機関の取り計らいつかまつるべく。最も安全なるべき警察力を利用せられるは、帰関に取りて、かえって恐るべき過婚と相なるべく、慎重なる五十校を進むるゆえんに誤差騒動。警護。 音<は>組と毒づいてあったので豪きな全米も色を失った消し印を見ると30マイルばかり隔たった四角四角紙から速達便で郵送されたことが分かった全米は警察の手を借りることに躊躇したそれは教官の復讐を恐れるよりも 事件の公表されることをはばかったのである由紀子は10日ほど前に当市の資産事会員橋本氏の紹介で現在選直議員で羽振りの利く森本昭右衛門の次男から結婚の申し込みを受けた全米から由紀子の意向を聞くと1週間ほど考えさせてくれとのことでやっとおととい 宅の意を父に伝えた。「全米は大いに喜んだ」「はじめ新田の方に差し支えがあればどれほどかの持参金付きで養子にやってもよいと先方からの申し状に大変乗り気でこの良縁こそ逃すまいと力を入れて明日にも橋本氏へ承諾の回答を送るべきや先であった」 春日が電話に接して助手兼秘書の渡辺を連れて新田家を見舞ったのは第2の脅迫状のついた間もなくで主人は2人を客間に通してつぶさに昨夜以来の出来事を語り証拠の書状2通をも渡してみせた春日は渡辺に顛末を全て即帰させなお手紙も詳細に調べたが それは預かってポケットへ収めたどうでしょう万一娘に傷でもつけられるようなことになると困りますから至急資格資格士へ出張して調べてもらえませんかそれよりお嬢様のお部屋を調査させてもらいましょう誰か朝からそこを掃除するか出入りした方がありますかいや 昨夜私が鏡台と机の引き出しを探したほかにいだ誰も入りません縁側から廊下伝いに離れ座敷の絵画ユキコの部屋へ導かれたきっちり片付けられた座敷の正面床の脇に寂しく立てかけられてあることがあらぬ主の面影を哀れに忍ばせた 春日は真ん中でじっと辺りを見回してのちタンスの引き出しを下の方から順に抜いて情を一つ一つ入念に調べたそれを差し終わって字袋を開くと中に新刊らしい書籍が薄暗の中から金文字を輝かしている横には貸し器とカルタの箱があったので 丁寧にどれも蓋をを取って中を調べ、やがて元のようにすると押し入れを開けて本箱の中から数冊の書籍や前年度の日記を寄り出して精密に調べ始めたその間に渡辺はこの家の見取り図を書くべく命ぜられて鉛筆をせわしく走らせる全兵は不平らしく ち機敏にくしかく士へ急行してくれると思いのほか愚にもつかぬ方を調べているのに業を煮やしはやその手腕をさえ疑い目に軽蔑の色を浮かべせわしくせき払いをし始めた春日はそんなことに頓着せず押し入れの隅から火の気のない火鉢を障子の脇まで持ち出し しきりに灰をかき回し何やら紙を出して包んだそしてさらに机や手文庫を逐一調べてふに落ちないかチェッと舌打ちをしたがいきなりしゃがむと机の下から座布団とともにしわになった新しいハンカチーフを引きずり出した開かず眺めてちょっと鼻に嗅いで 満足らしい笑みを漏らした全兵は「バカバカしい」といった風に顔を背けてしまった今度は渡辺の書いた見取り図を受け取って「うん F の字みたいな立て方だなこの離れが一番上の横線に該当するね中庭を隔ててご主人の今と向かい合て 二階が弟さんのお部屋か。こうつぶやいて靴脱ぎのこまげたを履くとぐるっと庭を回って座敷の裏手へ出たそこは納屋と空き地があり忍び返しのついた黒板塀で囲われている足元に注意しながら春日は塀の隙間から覗いた外は工事を隔てて 向こう側はよその塀で通行はまれらしい目を離す時左手の丸き柱と兵との間に6寸ほどの竹切れが挟んであるのを見つけて指を差し込んだが春日の指に比べて隙間が少し狭かったようやく取り出してみると先に泥が乾きついていた足元に気がつくと 柱の根元3寸ほどのところ塀に密接して新しく土を埋めたらしく柔らかくなっている竹切れを紙にくるんでポケットへ入れると台所の方へ歩いて行ったたすきがけせわしく働いていた下女2人とも春日の姿を見ると丁寧にお辞儀をしたその1人の方へ近づくと優しく あなたでしたかゆうべお嬢様のお供をなすったのはとんだご心配ですねお忙しいのに気の毒ですが少しお尋ねします昨夜最初ここへ帰ってきた時は何時でしたか10時35分には少し前でした裏の納屋の方は誰がいつもお掃除をせられますか毎朝 お嬢様が運動だとおっしゃってお吐きなさいますので私たちはあそこの掃除をしたことはございませんお嬢様のお召し物を買うのはいつも主にどこですそれから当家の墓地はどこですか横丁の大村屋でございますお墓は丸三角寺ですよく気のつく愉快な方であったと思いますが前は 気かかしい沈んだたでではなかったですかよくご存じですことこの春まではおっしゃるとおり陰気なお方でおかわりになったのには私も不思議に思っているのでございますよよくわかりましたありがとうお邪魔しましたね会釈し,して春日は元の客間へ帰った全兵は にがりきっていたしかしまだ少し起用について直調しておく必要があったこの度の結婚の話のほかに以前にどこからか申し込みがありましたかええありましたともたくさんありましたこの前のは東京に開業している年取った医者が4月ごろ来て 田舎の老いい。に嫁が欲しい少々の財産もあって二親には早く別れて兄弟二人きりだとかで本人は文学師だと言っていましたがこれはあまり話にも気乗りがしなかったので断りしました春日はさらに1年間の家庭用領収簿の閲覧を要求した全米は いまいましげに立ち上がり、帳簿を取ってきてみせたが、春日の、悠々として迫らず、一ページごとに目を通してゆく態度に、耐え忍んだ感触を破裂させた。顔を青くして、うめくように言った。やめてもらいましょう娘が傷物になるかならぬか気球の際ですぞあなたは他人じゃから、通用をんぜぬか知らぬが、 頼まれた上はなぜ四角四角へ行ってくださらんぐずぐずつまらんことを調べて何になりますかあんまりな仕打ちですぞカスガは呆れたように相手の顔を見上げ。四角四角へ行く必要があるんですか必要があるか娘は今現在四角四角で悪い奴の手で苦しめられて。 逃げることもできずに泣いているのですぜ。もうあなたには頼まん。はじめから警察へモテかなんだがわしの手落ちじゃ。警察へ頼みます。帰ってください。そうです。そうすれば、あなたの名誉と信用と、それからご希望を砕いてしまうのに、一番早道ですね。まあ、そう起こるものじゃありません。 大体、だいたいご依頼がなくとも、この事件は調査しなければならないのです。居所だけでも、報告してあげましょう。余計なお世話だどうせろくなことがわかるものか何一つ頼みませんぞ若造に何ができるかそうですか。では、ご随意に。角を貯めようとして、牛を殺さないように。 何,何ですといやお邪魔でしたね渡辺君帰ろうさようなら全兵は激怒のあまり証拠の書類を取り戻すことさえ忘れていた最後の訪問新田家を辞した春日は 電車通りまで行くと渡辺には役場へ戸籍と名寄町を移しに行くよう命じておいて自分は市内でも一流の文房具や調簿等を売る店を訪ねてあまり急ぎもせずに事務所へ帰ったしばらくすると自転車から降りたらしい若者が慌ただしく入ってきて自分は新田の店員だが主人の命で証拠の書類を返してもらいに来た。 と告げたから、春日は笑いながら返してやるとそそくさと走り去った渡邊するうちに渡辺が帰って筆者書類を見せた戸籍を見ると由紀子の母は家付きの娘で全部も養子であったが18年前死亡しそれから1年ほどしてから今の全兵が入荷した後長男の全太郎が生まれたので。 母は幸子が17歳善太郎が11歳の時に病死した幸子は数え年22歳としてあった幸子名義の宅地5室合計1750坪はそれぞれ設定がしてあったなるほど85円平均かまあそんなものだろう。 わからないことをつぶやいたが気を変えて簡単に食事を済ませると渡辺を連れてうららかな秋の町を散歩でもするような足取りで歩きだした2人はだんだん郊外の方へ近寄るとそこには黒ずんだ丸三角寺の山門が見えた春日は石畳の道を切れてつま先登りの墓地へ入り込んだ 類々たる墓碑の中から目的のを見出すにもさほど暇はかからなかった境内を出てから四五を行くとふと右手に新しい世帯道具を商う店があったさりげなく近寄って所狭きまで並べられたシュシュな道具に目をつけて小首をひねっていたが格別気に入った品もないらしく手に取っても見ない店では 主人が品物を置き換えに忙しそうである春日は店先を離れてふと顔を上げて表札を振り返って眺めながら歩むうち足元の荷車に突き当たりかけてひょいと飛びのいて不審そうにその荷車を打ち守った渡辺は今朝から少なからず悩まされた慣れてはいるが 何の目的で歩いているのやら木にぞんで要領を得ないような様子をやられるので終始ハラハラした心持ちでついてゆくのであったまた仕事をいった頃四つ字へ出たが今まで黙々と考えながら歩んでいた春日は急に晴れやかな顔をするとポケットを探ってタバコに火をつけて 勢いよく角の「貸子屋老舗案内者」と染め抜いたのれんをくぐったそして特別料金を払って司祭に一枚一枚閉じ込み帳を調べた上20分も経ってから「女将こちらの赤筋で消した分はいつ頃約束済みになったのです?えー」えそれは1週間ほどになりますね。 では、こちらの方はそれはおとといお手打ちが済みました春日は自ら手帳を出しこれを写してそこを出るとポケットから時計をのぞかせてちょっと眺めるといきなりどしどし急速に歩き出したので渡辺はあきれて目を丸くしながら遅れじと後を追わなければならなかった10分間もこんな状態が続くと 春日は「三角三角中学校」と文表のある中へさっさと入り名刺を出して校長に面会を求めしばらく何か話していたがやがて生徒名簿を借り受けて広げ出したある1ページを読みふけっているから渡辺が速記簿を出そうとすると春日は黙って首を振って静かに名簿を閉じると同時に「放課の凛を」 小遣いが降った。門を出ると春日は渡辺をりみて。さあ、もう1軒訪問したら今日はおしまいだぜ。渡辺は苦笑しながら。今朝の事件に関係があるんですか？まあ、そうだね。ずいぶん複雑してるじゃありませんか？ なーに平凡さ新田のじいさんはかわいそうに運をつかみ損なっているんだね道はやや通行人が少なくなって店屋はまれにしかない住宅地域の郊外に近いところまで来た。と見ると新築間もないこじんまりした家の格子を腹掛けをした調和の親方らしいのが雑巾掛けをして 中ではいだ片づかぬらしい物音が聞こえる新しい表札をちらと見た春日は帽子を取って「ごめんください!」と案内を請うた玄関の障子を静かに開けて丸まげのウイウイした223の美人がしとやかにお辞儀をした中岡さんがおいでなら ちょっとごめんかい願いねたいです、ね、名刺を差し出すとどうぞしばらくと言い残して2階へ上がっていくと入れ違いに快活な30くらいの男が降りてきて来楽な調子でさあ上がってください引っ越しも早々で取り乱していますがどうぞ2階へじゃあしっします渡辺の耳元へ小声でささやいておいて 自分一人で二階へ上がっていったやがて低い春日の声に混じって主の太い声が切れ切れに漏れて聞こえてくるそう責められると今更弁解がありませんなあ <laughs> あればかりのものをなくしたからって決して悔いてはいませんよ我々の幸福なことはまだまだ他にありますあれには あれとして進むべき道がありますからね開いてやりたいと思うのです幸福にしてやるために払う犠牲は惜しいとは思いませんよ茶を運んできたこの家の美しい奥様は耳たぶを染めながら嬉しげに微笑んだ楽しい新家庭に別れを告げて春日と渡辺が事務所へ帰ったのは あかかりがついてからであった渡辺はようやくえましげに「ねえ先生中岡という家の奥様はもしや今わかったのかゆきこに違いないのさ探偵学でも研究するものは頭を敏活に働かせねばいかんよ」「まあかけたまえ事件の推理方法を説明しよう」 初めに見た雪子宛ての脅迫状はレターペーパーに人気で書いてあったがその筆跡はどうしてもノートを長年やりつけたものか職業的にペンを使用するものに通用の癖があったから知識階級の仕事だと睨んだこれが第一歩だが君は娘の部屋を見たね鏡台の引き出しと机を覗いてあまり冷たく几帳面に整理されてあったよ 娘の部屋として不似合いにね。タンスには兵装、女王を下ろさない草らしく、一番上の比較的好奇でない品を入れた引き出しだけ、常に女王をかけてあって、そこにはすでに何らの秘密も隠されてなかった。地袋の中には、汚れや痛み方から観察して、新年に一度か二度使用したカルタがあったね。 賢い女だが昨年度の日記を葬ってしまわなかったのと下女に買い物させるに菓子を選んだことは捜査上非常に推理を容易ならしめた菓子箱にはまだたくさんあったよ日記で見ると年の暮れに弟の友達と自分の知り人を新年のカルタ界へ招待することを兄弟して相談した上で 客の顔ぶれも確定したのだけ記してあったが僕は善太郎の学友の名を暗記しておいた彼は義父の圧迫や空虚な家庭内の寂しき性の悩みなどで精神的な沈鬱な性情に変化していたことは日記や書籍を通じて伺い知れるけれども近頃読んでいた地袋の新刊物からはかるにその反問を 信仰によってて救われているその信仰に走った刺激と機械等与えたものがあるね。それはこの紙包みを見たまえ火鉢の中から出てきたマッチの燃えかすと紙を焼いた灰だ。彼女はタバコを飲まないぜ。この燃えかすの紙は脅迫状の紙と同質なんだ。 机の下から発見したハンカチーフねあれには手紙を包んであったシワがはっきり残ってしかもナフタリンの匂いが染み込んでいたタンスの中にあったものたることは疑われないしかりとすれば脅迫状の主と娘とが常から通信をやっていたことになるね不届きな郵便屋だここに捕獲してきた これは君、女学校で使う手芸用のヘラだよこやつが裏の塀の根元を掘って手紙を埋めたり掘り出したりしたやつさ掘りの内外は夜なら誰にも知れず一仕事やれるからね脅迫状にも細かく折った筋が残っていたね覚えているだろうそれで近頃衣類を新しくこしらえた形跡がなくて 通信用のレターペーパーを鑑定するに及んで物資の窮帽をんぜないまあ資産階級の仕事と分かった君女は我々と違って洋服一点張りじゃいけないのだこれから時効は寒さに向かってしかのみならず普段着から全てを新調して世帯道具をそろえることはなかなか容易じゃないよ当然一人で墓参りに行くと そこには必ず誰か彼女を待っているものがあったいわゆる誘拐される4日前にも2人は会ったそして女は降りかかる結婚問題を話したのだね相手は彼女に所有財産の放棄を勧め決然2人が先んじて結婚してしまおうと定義した墓地を出て。 寂しい町を寄っていくとそうら道具屋があっただろう。あそこで相手は必要なものを注文し移転の日かその翌日すなわち今日だね配達するように命じて出かけにあの表札を見たのだそれには町名が音羽町と記入してあったそれが潜在意識となってあの脅迫状の署名に知らず知らずに お組なんて茶番をやったのだよ。それから相手の気が付いたのは非常手段で娘を略奪しても隠れ家に困ることだそこで案内所へ随分高い金をつかませてとうとう人来的にあの家を買ってしまったものだ弟と同じ家に置くのは困るからねこれで案内所へ入ったわけが分かったね 次に学校へ行ったのは日記を調べて覚えた善太郎という弟の学友の名前だ名簿を見ると「中岡慎次郎」「保証人実刑中岡哲夫と載ってあったのだ校長の話では某県下の大じ主で「二親はなく文学士の兄が弟を監督している」とのことで もうこれで疑いの余地がなくなくったから、最後に直接訪問をしたわけだがなぜあんな脅迫状を送ったかは全く好奇心から来たいたずらに過ぎないそうでひどいことをしたもんだあの人なんか人格見識を備えて財産と大切な女の心を握っているからいたずらで済むが他の者が真似でもすれば大変なことになってしまうしかし 全米老人も自業自得だ。娘といって義理だがその財産を消費した上は表向きにも何もできない上に大変損な立場にある。だけれども中岡氏は捨ては置くまい。今日は僕らもとんだいたずらをして一日を過ごしたね。何まだ聞きたいのかああ、二度目の脅迫状。 あんないたずらなら誰でもやれるよ。わけはない。遊びに行って先方で郵送すればいいさ。要求金額は、雪子名義の辞書1750坪に対する設定金額と同じだ。どうせ実行しないのは分かっているからさ。え二人が愛知ったのはカルタ界からだ。双方に理解があったのだ。今度の事件は、 二人とも道徳上問題だが二人の中に関して道徳を課するのはどうかねまあ仲介者を入れて中岡市から全米老人を援助してやってうまく解決するだろう何しろ金も力もある色男だからねハハハハハハ